こんにちは。あたし、マーメイドゴッドコータン、ゴッドコータンです。行きます。水中の家からの脱出。なるほどね。今回は水の中のうち閉じ込められたと、そういうことですか。早速スタート行きましょう。水中の家からの脱出。あれ？これ、レベル 37.5？ あー、ちょっと待ってよ。またバックルームズかよ。もういいよ、バックルームズはって感じが。待って、危な、危な。窒息する感じこれ。だよね。この、ところどころにソウルサンドがあるってことは、水の中で動くこと前提に作られてるわ、これ。めちゃめちゃやばくないか？水の中で呼吸を気にしつつ、脱出もしないといけないってこと？これ、酸素ゲージなくなったらどうなるの？あー、ダメージ食らうじゃん。危ない、危ない。うは。この状態で一体何を謎解けって言うんだ？しばらくここら辺のあたりを探索していきたいと思いますね。何かを発見しました。こちらです。デレレレレン。ピピンピン。チェスト。ダイヤモンドのツルハシを発見しました。空色の色付きガラスを壊すことができるのか。あったあった。これだよな、多分空色のガラスって。壊すよ。水の中でこれ壊せっての？あ、でも意外といけるな、これ。酸素ゲージが。危ない、危ない。村人さん、こんにちは。料理人、生魚とレバーを交換してくれるのか。こっち側はエメラルドが書いてるってことは、多分、なんかの謎解きをクリアして、なんやかんや生魚を30個見つける必要があるってこと？こっち側まだ行ったことないよ。あ！え？こんな感じ？一匹の生魚殺したら6個も生魚落としたよ。一匹からこんなにドロップするんだったら案外簡単だな。危な。これは通路が3つあって、好きな方向に行きなってこと？待って、これ迷路だ。酸素が大事なこの世界で、迷路とか相性最悪じゃねえ。待って、死ぬよ。僕死ぬよ。いいの？死ぬ。え？あ、ここからスポーンするのか。で、さっき左側行って、で、行ったことのない場所行きましょうか。酸素が、待って、酸素が欲しいの。酸素！やだー、死にたくないですー。僕死なない。僕は死なない。僕は、はい。危ない。この世界、勝手に体力が回復するみたいな設定ないみたいだな。じゃあ、自力で酸素ゲージを確保しつつ、遊べってこと？真剣にやる。そして僕は誓いを守る。クリエイティブを使っちゃいけないって誓いをね。こういう配布あると今まではなんやかんでやだ、あー危ない。なんやかんやってクリエイティブ使っていた説は浮上してるけど、でも配布あるとだ。今回は絶対やんないぞ。な、次もまたやんの？じゃあ今度もまた左行こうかな。左と言ったら今度もまた左なのでは。はい、左じゃありませんでした。左じゃない。あー危ない。真ん中行ってみようかな。さっき左行って何もなかったから次は真ん中だ。真ん中には何か。だい、じゃあ次、いっちゃん最初の右だ。右に行くべきだったんだ。水。じゃあいっちゃん右だな。これ。右側は多分通路も長いんでしょう。で、通路が長くて若干迷いやすいと。そんな中、しっかりと迷路をクリアしろって、そういうことだな。待って、危ないから。待て、やだ、死ぬなー。あ、魚いいんじゃん、普通に。よ、1体からこれ6個は生魚を落とすよな。1個、2個、上行く。待って、こんな場所あったって、さっき。なんかさっきまで来たところとは違うな。ドロッパーだ。イグジット、あ、ここに鍵入れろってことか。じゃあお前らのこと全員倒すよ。これで30個だ。さっきまでのさ、なんか迷路みたいなところもいいけど、まあ、先に生魚30個見つけたから、これ使ってさっき言った料理人さんと交易しちゃいましょうか。村人ヤッホー、お前さんが大好きな生魚を僕は用意してきましたけれども。さ、これと、これ交換してもらうよ。エメラルドブロックに置くことができる謎の鍵をガチャンガチャン。生だらがすべて集まった。わかってるよ。で？それだけ？あ、それだけ。あ、でもなんかランプ光ってんぞ。これ、ランプを光らせんのがこの脱出の目的ってことかな？わからんけどさ。なんか四方八方にあるレッドストーンランプが光ってんだよな、これ。さっきまで消えていたはずなんだけど。ああ、ほら消えてる。
ってことは多分そうだよ。さっきのこの迷路も迷路全部クリアしたら何かしらがあってでランプが光るんじゃないでしょうか。じゃあ先ほどの教訓を生かし左側の通路から攻めていきましょうか。待って、わかんない。え、どっちだっけ？あ、違った。違った。待って、死ぬ、死ぬ、死ぬ。危ない。一番右側に行くよ、ゴッドコウタンは。まるで水中を泳ぐ半魚人のごとく。右じゃなかった。そうだ、さっき間違えたんだった。左だよな。左行って、で、またこっからまた通路が長いんだよ。こっからまた通路が、あ、ちょ、あ、死ぬ、あ、悪い。死んだ。一番最初は左に行きます。左に行きつつでもってこの迷路の答えは右じゃなくて左だった気がするんだよな。こっちじゃない、あ、こっちだ、こっち、こっち行くんだ、こっち右側に行く。左右、左右、覚えた、左右ね。で、酸素を供給、よし、無傷でクリアすることができたぞ。で、次が右側だよな。右で、で、これは右の右左だっけ。このまままっすぐ行ったらいいんだっけな。こっちだ、こっちだっけ、こっちだ、こっち。危ない、危ない、自信なかったからびっくりしちゃったぞ。で、こっちか。おーし、ゴール。ふっ、ガシン。新たな道が見つかり放されたなってきた。新たな道が見つかったな。あ、本当は口が開いてる。ここに穴なんてなかったはずなんだけどな。まあ、新しい道があるのであれば、その道進むしかないよねってことで、行ってきますね。あー、めんどくさそう。なにこれ、なに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 、なんか書いてんな。問題1、ででん。人体の体の、何パーセントが水でできてる。これはわかるよ。60だか70だよな。なんかそこら辺が曖昧だけど、60、これはね、約60ですね。約60。これは、あれだよね。教養があったら誰だって答えることができる。問題2。東京に初めて水道ができたのはいつ？あ、これも簡単だね。これはね、あれだよ。水道だろ？大正時代だよ、大正時代。違うのは知ってたよ。これはね、明治ですよ。大正、明治と来るわけだからね。明治でもないんだ。明治の時代はどうやって水飲んでたんだ？川からわざわざ浄水してたの？昭和。え、昭和じゃないの？嘘。ってことは江戸時代。江戸時代にはもうすでに水道が整っていたってこと？マジ？ああ、マジだ。え、本当に言ってる？嘘言ってねえよな。どっかのパラレルワールドか？じゃあ次行きましょうや。問題こっちか。あ、なんかチェストあんぞ。トライデント？あー、やった！トライデントモーラを。ありがてえ。耐久力レベル100の書いてるトライデントだな。でもそれ以外にエンチャントがないってことはどこかに投げるのでしょう。じゃあ問題見させてもらうよ。日本の水道水の水質基準は全部で何項目？ん？それって、水が濁ってないかとか、飲める水だとか、そういうこと？16項目、31、62。あ、これ62だな。僕6月20日だから。違ったわ。124だろ。こういうのは大体一番多い問題が勝つんですよ。クイズに全問正解した。とりあえず、問題はクリアしたので、レッドストーンのランプを解放することができました。じゃあ他のところに何かツールが、あー。このトロッコのやつ大嫌いだわ。多分この的ブロックにトライデントを当てることによってトロッコがビューンってくるんだと思うわ。ほら。線路が切り替わったようだ。あ、切り替えるんだ。え、トロッコはどっから出てくんの？こっち側？え、トロッコどこ？これかな？トロッコが出現した。はいはいはい。はい。あ、ここでやって、ここで、レールを切り替える。え、わからんわからんわからん。え、わからんぞ。どういうこと？あ、危ねえ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 。え？ゲロむずくね？おら！出現した！おら！レール切り替え！おら！また切り替え！消えたぞ！なんで消えるんだそこで。もうこのやつ大嫌いなんだよ僕。くそ、おら！行くぞ！あっ！いいぞ！よいしょ！よいしょ！あよ！はあ！なんで？はあ、これ、かなり難しいな。はっ！
そうはならんだろ。おかしい。戻んな、お前。よいしょ。戻るなと。なぜ戻る、お前。くっそイライラする。イライラするし、イライラするぞ。ダメ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 。足りなくねってか。一回やるじゃん。金ブロックのところでこれ一回やるわけでしょ。一回、二回、三回、四回目あるじゃん。五、六ってあるんだけど。トライネント四つまでしか配られてないんだけど。おかしくねえか？ああ、わかった。バグだ、バグ。あの、ギミックはトライネントを最低でも六つか五つは必要とするものだよね。でも四つしか持ってない。ってことはこれ、バグだな。おークリアした。おー危ねえ。あれね、カットしといて、編集してた。今のカットしといて。もしくは幻覚を見ているようで素敵なこと、かけといて。なんかこっち側にないか。めちゃくちゃ広い魔物があるんだけど、これ何？アスレしろっての？ちょっと見てみるか。え？アスレチック？ですらないぞ。向こうに何かある？なんかあるけど、こっから何もできなくない？なんかあるはず。一回ちょっと落ちて。あ、なんかあった。なんかあったぞ。青色とかオレンジ色とかそういう色があった。あれなんかの謎解きのヒントなんじゃないか？青、ピンク、赤、オレンジ、紫って書いてんな。何あれ？何かの謎解きに使うのかな？謎解きがある部屋がもう一つあるってことだよな。ってことはさ。だったら、あ、ここだ。なるほどね。確かに青、赤、ピンク、紫ってのがあるな。じゃあここで何かをするんだろう。説明書読んでみるか。謎の壁画から認証コードを解読せよ。無理。そんな難しいことできんって。そんなんやらせんの？ほんとよろしくないんだから。認証コードは5桁ね。ピンク、青、赤、紫、オレンジ。なるほどね。ピンク、青、赤、オレンジ、紫。あ、わかった！わかったわ、これ。この画像見てごらん、画像。これさ、時計じゃね？だよな、時計だよな。青は、これ0の方。だから12だよね。で、その、丸になってんじゃん。この画像の方を見るとさ。で、その丸の、数がちょうど12個なんだよね、マスの数が。で、その色がついている部分を時計の数字に当てはめてみると、青は12になるわけだ。まあ、この場合5桁だから0なんだろうね。で、1個飛ばして、ピンク色。これは2だね。で、オレンジは、4ですな。で、赤色はこれは、6だが7か。で、ピンクが9ってことか。頭良すぎ。何それ。僕、ちなみに全くカンニング見てねえからな。じゃあ、早速打ち込んでいこうか。ちょっと待って。メモするから。ピンクは9だもんな。で、青は0。そして、赤は7で。で、紫色は2。そして、オレンジ色は4ですな。ってことは、90724。90724。ごめんね。簡単すぎて。わかんない人いたら言って、教えてあげるから。コード認証されました。気持ちいい。いや、自分の力で謎解きクリアすんの気持ちいい。なんかないここに。激流のエンチャントがついている。この激流のエンチャントは、トライデントにつけることによって、撫でれなくなる代わりに、プレイヤーを、その水の流れによって、素早く移動させることができるという、超便利なエンチャントなんですね。経験値は生魚をやって、得た経験値を使ってエンチャントをしました。じゃあ行きます。せーの、よいしょ。あー、ギリギリまで行く。天井のギリギリのところで、でこっから、こう行って、で、ピューッ。無理じゃない？スーって行って、ここら辺で、もっとか。ピューンって行けば。あー、行けた！やった！
やった待って、酸素酸素酸素。酸素がなきゃ話にならない。まあ、高い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 。あの中には一体何が入っているのでしょうか。僕がゴールするためのおまじないかな。アスレチックがクリアした。どこかに宝箱が出現しました。わからんよ、場所教えてくれなくちゃさ。待って、穴開いてね。この穴僕クリエイティブ使ってねえからな、言っとくけど、たまたま開いてたんだぞ。本当だぞ。で、チェストが開いてるってことは、キー、あーい、鍵、ゲット、僕の勝ち。じゃあ、この鍵を、どこにやるんだってな。ここっぽいな。じゃあ、キーで、ガチャン、ゴール。水路が水で満たされました。これで上に登ってしまえば、僕は、スタート。どーい。しまんねえな。なんでここで死ぬかな。ゆっくりと、まあ、丁寧に泳いでいけば必ず。はい、ゴール。ジジイ、ありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。ゲームクリア。うんぬんかんぬんぬんかんぬん。ふぅ、ジジイ、よかった。なかなかに面白いハイフワールドでしたね。概要欄にコメント欄にうんぬんかんぬん URL あるのでダウンロードしてみてくださいな。じゃあね、バイバイ。